坂上忍、坂上忍、坂上忍、1967年6月1日台は、日本の俳優。マルチタレントで演出家や、映画監督、司会者、コメンテーター、エッセイストとして活動し、かつてロック歌手としても活動していた。東京都杉並区西荻木久保出身。四歳上の2位、元子役で現在は、映画プロデューサーの坂上康が劇団に、 入っていたところ、祖母が死んだ時に、忍が閉じこもりがちになったので、劇団で友達を作らせた方がいいとの、教育方針で、3歳から劇団若草、たまたま家から歩いて五部のところにあったに所属した。テレビドラマの子役としてデビューし、天才子役と言われた。しかし家庭面では、協定狂いの父親の勝也、坂上誠一郎名義の小説、歳月の形見を、 代表作とする作家、2012年没が出版社経営に失敗しての倒産とギャンブル癖で借金を抱える。杉並区立桃井第三小学校の高学年時から杉並区立を岐阜中学校時代にかけて暴力団が自宅まで借金の取り立てに押しかける環境で育つ。15歳の時に両親が離婚。母親に引き取られるも母親が 父親の連帯保証人だったため、中学までで辞める予定が、1億円以上の借金返済のため子役の仕事を続ける。坂上だけでなく、母も仕事を3つ掛け持ちし、昼夜問わず働いた。有名人ゆえに、学校でたびたびいじめを受け、自殺を考えたことが100回以上あるという。14歳の時に、個人事務所を立ち上げ、中学卒業後もテレビ、 映画、舞台などで活躍する。芸能活動で卒業に必要な日数を出席するのが困難と判断して、東海大学附属校を臨大高等学校に入学するも、入学式初日に体育館で特っみ合いの喧嘩、退場させられそのまま自施退学。泣く芝居はできるのに、笑う芝居は著しく増えてでとにかく早く子役を辞めたかったという。 役者業から逃げる口実として1984年に音楽の道へ一時転身するも、今度は取材の多さなどに苦痛を感じる。折しも、小崎豊、吉川浩二、本田京明同じく、ロックミュージシャンが台頭した時期だった。子役イメージから抜け出すのにも苦しんだが、映画、クレイジーボーイズ、1988年の役座役が転機になったという。 1995年1月14日、飲酒運転のスウェーデン中に激突し器物破損を起こし、大破した車で逃走したため、パトカーとのカーチェイスになった。約20分後に現行犯逮捕され、半年間、禁止した、詳しくは後述。2005年6月4日に構成、演出を務める演劇集団、コントレンジャーオニオンスライスを旗揚げした。 2009年6月1日、芸能スクールアーティストの発掘、育成プロダクション、アバンセキッズアクタープロダクションを開校。それと並行で、ネオモデルタレントスクールの特別講師も担当している。2012年、フジテレビ、笑っていいとも。ないのコーナー、行列の、全くできない、人生相談所へ出演した際に、ブスは嫌いと毒舌を吐いたことがきっかけで、 バラエティ番組の出演が相次ぐようになり、日本モニター社2014上半期タレント番組出演本数ランキングでは出演番組数216番組総合16位となった。その笑っていいともが2014年3月31日の放送で32年に渡る歴史に幕を下し、翌日4月1日からフジテレビの新しい昼の帯番組となった。 バイキングの月曜 MC に抜擢されたスタッフかせめてほしいと言われているとのことで当初はラフな髪型で出演。番組開始から1年間は総合 MC が不在だったが翌年2015年3月30日から総合 MC に抜擢され名実ともにフジテレビのお昼の顔となった。元は右利きだったが野球をやるための強制により左利きになった。 喋る直の歯が見えるタイプ。父親の勝也は、福岡県大牟田市出身。本籍は、熊本県玉名郡商店村。現在の玉名市で、業界紙の木だったが、小説家になるために新聞社を退職し、出版社を立ち上げた。母親は、山形県山形市出身。東京都新宿区歌舞伎町で飲食店、ザ・テレビジョンを経営している。1980年代に、 ロック歌手、アイドルとして活動。日本テレビ、あのニュースで得する人損する人では、自身のシングル、ミッドナイトダンス、ビリー・アイドルのレベリエルのカバーが取り上げられ、坂上自身が赤面する場面がたびたびある。1995年1月14日の深夜1時30分、仕事仲間の俳優宅でのパーティーから自家用車で、 帰宅途中、飲酒運転の挙げ癖たが屋内の道路脇の電柱に激突。コンクリートの電柱を根元から折るという器物損壊事件を起こした。ものすごい音にびっくりした近所の人々が出てきて、見守る中、坂上は車中から一旦姿を見せたが、一目で泥水状態とわかる、血取り足であった。それにもかかわらず、坂上は大破した車に再び乗り込み逃走を、 図ったため、駆けつけたパトカーに追跡され、約20分後に、主機運転で、警視庁北沢警察署に行犯逮捕された。この時坂上の車には、女優の山本未来が同乗していたため、恋愛スキャンダルとしても報じられた。後に2018年初頭に、大砂嵐が無免許運転による交通事故を起こした際、坂上は大砂嵐を辛辣に批判したが、 自身の事件を引き合いに、TV 視聴者や記者から傲慢と評されることもあった。1996年、半年間の謹慎期間中に、父の勧めで、小説、身のつく女を執筆、刊行した。この題名は、名前に身がつく女という意味で、坂上自身がそのような女性と交際することが多かったことに気するという。1997年に、 3030 30で初めて映画監督を務める。2000年に監督第2作、ザ・ジャンク・フード・ジェネレーションを2004年11月に監督第3作、ジョン・アンド・ジャーヌ・ドーを発表した。私生活では2001年に元客室乗務員と結婚するが2003年に離婚。離婚理由として仕事の忙しさから来るすれ違いや過剰なまでの潔癖症。 十代の頃から協定場が酔いを続けるような坂上のギャブル好きも挙げられていた。坂上自身が当時の妻にベタ惚れであり、買いたいものはすべて値段を考えずに買い与え尽くしていたが、ある朝、リビングへ行くと、妻が高級家具に囲まれてブランド品のタログを眺めており、その姿を見て、この人は違う世界で生きる人間なんだと目が覚めたという、離婚する人間には、 自分も含めて欠陥があるとの持論を持つ。2014年2月4日放送のテレビ朝日系、ロンドンハーツにて、ますますは勝馬さんに対し、離婚した人間は、欠陥がある、楽屋が隣なのに挨拶に来なかったなどと、痛烈な批判を浴びせた。将来の夢について、60歳ぐらいで引退できれば、いいかなと思っている。子役からずっとお仕事してて、44年目なんですよね。 いつまで仕事するかはわからないけど、それまではお仕事頑張って、子育て頑張って、楽しくやっていきたいと話す。日本テレビ、喋くりセブン出演時、2016年10月31日放送、自身が司会を務めるフジテレビ、バイキングの裏番組、昼帯、TBS のメインキャスターである本邪魔か、めぐみとしあきことを、あの人は頭いいと絶賛している。 わざと炎上させて話題にさせるようなテレビマンは嫌いになるという。バイキングに、井瀬直樹がゲスト出演した際、東京都知事時代のことを聞こうと番組始まって10秒で突っ込むといじられるのが嫌いだった井瀬が反発、不機嫌となり、番組で井瀬と大喧嘩した。番組出演前、スタッフ制作のアンケートをしっかりと書くということをしている。子役時代に、 周りの大人たちから構われず放置された。しかし長山愛子は坂上のことをしーちゃんと呼んで食費を持っていない坂上に対して自分の食事を食べさせるなど可愛がっていた。今でも坂上自身は彼女のことを慕っている。日野翔平とは16歳の頃からの付き合いがあり特に影響を受けた人物であるという。 坂上が毒舌キャラでブレイクしたのは青少年時代に役者を辞めることも考えた坂上に対して映画監督の聡米真二からお前は宇宙人だ何を考えているのかわからない役者は決まったセリでするんじゃない自分で考えろと言われて役者としての面白みに目覚めたからであり現在でも坂上は聡米に言われたことを意識している聡米の映画ショーンベン ライダーで共演、デビューした一歳上の長瀬正都氏は、撮影時に、先輩風を吹かすことがなく、一緒の目線でやってくれたと、坂上へ感謝の気持ちを持っているという。三歳上の近藤正彦と1985年に、日本親不幸物語で、兄弟役で共演した際に、演技で近藤から本気の平手打ちを受け、これに怒った坂上が帰った逸話がある。 1991年の映画、就職戦線以上なしで一緒だった、的場孝二、一学年下とは、たびたびバラエティ番組などで共演している。撮影時、金子修介監督から主演の小田裕二、同い年へ、ダメだしはな、逆に芸歴が長い坂上は、もうちょっと芝居しないでと、指示があった。時代が変わると感じ、以降は極力、 芝居をしていないようにやらないといけないと考えたという。小田とは2018年10月1日に自身が MC を務める FNS 番組対抗オールスター秋の最天目企業決定戦で久々の共演もした。芸能人として無気力だった坂上は準レギュラーとして出演していた1994年のクイズ番組、クイズ。年の差なんて、で司会のかつら3から 芸能人は、お笑いをとって、なんぼですせとアドバイスを受けたが、当時の坂上はそれをまともに受け止めずに無視した。後年にブレークした坂上は三子に対して、当時のことを詫びて謝罪した。共演者だった、藤村俊二からは逆に、今の、ままでいいんだよ。無理だけはしちゃダメなんだよとの助言もあった。クラブ新助を視聴していた際、司会の島田新助の番組に出て、 ただ座っている奴が許せへん。出たくても出れない奴がいっぱいおるのにという言葉に衝撃を受け、その後、バラエティ番組の出演機会は積極的に話すようにて言ったという。1998年の舞台、おもろい女に出演した際、演出を担当した喜劇役者の三木の利平から人生に大きな影響を受けたという。バイキングをきっかけに、 尾中正重が指揮する多数の番組で MC を務めるようになる。司会、月曜のオファーが2013年12月頃に来た際に、坂上は迷ったが、その頃対談した大竹誠の、俺たちはその時呼ばれたところが、自分の居場所になるんだよとの言葉で引き受ける決断をしたという協定で大負けしたことも、理由の一つに挙げている。俳優志望だった竹井城。 タレントの武井壮の2位を付き人として雇ったが、病により24歳の若さで亡くなる。以降、彼以上には愛情を注げないという理由で付き人を付けていないという。野々村誠とは1985年のドラマ、ポニーテールはフリー向かないで共演して、以来の進行があり、2014年からのバイキング、月曜日でも一緒に仕事をしており、同時に、 坂上は野々村のことをマコちゃんと呼んでいる。他に20年来の親友として金山和彦もいる。コロッケと親交がある一方、坂上はプライベート時間を妨害してくるコロッケが苦手であるとも述べている。劇団若草の先輩に水島広志らがいる。2003年に銀座マンまん中で共演してから市川佐団子と仲良くなった。 お笑い芸人では、吉本工業所属の芸人との共演が多く、2014年時点で、当の工事、小籔千裕鷹、ブラックマヨネーズの吉田隆史と親交があった。極楽トンボの加藤工事とも親交がある。ヒロミとは、バラエティの仕事が増えた際に相談した間柄である。トンネルズとの共演は、非常に少なく、木梨憲りとは、フジテレビ系、憲り文け、ふみや、 ひろみが行く。キャンピングカー合宿。2015年6月13日。2016年6月12日。放送のみで、石橋貴明とは未だに共演がない。2017年1月に、2016年の路線変更後のバイキングや、好きか嫌いかいう時間といった討論番組の MC ぶりに対して、忠実な立場で発言。いつも、 フラットとの好印象を持ったとされる手のアスカから、それまで面識がなかったが食事に誘われて応じた。富士テレビの江波大二郎あなたは、バイキング、2015年4月から前後曜日のほか、直撃、新相坂上でも共演し続けてきた。2012年6月17日放送の、行列のできる、法律相談所や、同年11月27日放送の、 スタードラフト会議スペシャル2013年5月3日放送の中井正宏の金曜日のスマタジエなどでアバンセキッズアクタープロモーション所属の生徒たちに厳しく指導している背景が放送された自身が子役だった時の気持ちや矛盾などを理解していることからスクールを開く勇気が持てたというこの厳しい指導の背景はこれまで多くの子役が大人になることで仕事を 失っていくという厳しい現実を目の当たりにしてきたことや、自身が監督した映画のオーディションでの子役の、確一的な愛、演技に対し違和感を覚えたことから、上辺だけの芝居を教えても、将来全く役に立たないとの思いがあり、子役に対しても大人の役者と同じ対応を取った上で、追い込んで、追い込んそれが、バンって解放された時に、多分お芝居の面白さとかっていうのは、 子供でもちゃんと感じていただけると思っていると、その理由を語っている。子役指導にあたり、格好づけて、格好悪いことをやりたがらないときに、ジャニーズの人たちでさえやっているんだから、もっとやれ。と指導していると語った。自分に対しても他者に対しても、遅刻が大嫌い。大の犬好きであり、自宅で多頭いしている。妖怪五老犬を引き取って飼っている。犬に対する姿勢は、 子役時代に共演した、役者犬のトレーナーから受けた影響に加え、人生で最も飲み歩いていた時期に飼い、ちゃんと世話をすることができないまま手放し、死に目にも会えなかった愛犬、ベルシュコーギーに対する食材の気持ちもあるという、当時の泉公平ドッグトレーナーを恩人と呼び、徳光和夫の感動再会、会いたいの、スペシャル番組で再会を果たした。潔癖症が、 世間に知られるようになり、明日使える、心理学。鉄板ノート、2008年7月16日放送では、安田美佐子が、坂上宅の潔癖生活のリポートをしたが、坂上がルーズな安田に、様々な注意をしていた。それが元で、踊る。三魔五点。では、ルーズ VS 潔癖のテーマで、安田 VS、坂上のバトルが毎回展開されるようになった。 タオルも細かく用途が分けられ、1日50枚近く使う。洗濯や風呂の回数も多い。ギャンブル好きに関しては、麻雀愛好家としても有名で、ザワレメデポンにたびたび出演している。年末にその年稼いだお金を全額協定。主に平和島に顔を出していることが多いに、継ぎ込み行為を20歳の頃から続けているといい。 そこでお金がなくならないと勤労意欲が湧かないという。2015年末に協定で6000万円を失ったことを明かしている。以前より収入が増えているのだから、ギャンブルで儲ける必要ないのではと言われても、まあ、当たりゃ儲かるからね、と、掛け金の抑制をするつもりはないという。酒好きで、愛煙家でもある。一番好きだった、日本酒は、おつまみが進んで太るため。 控えたという。タバコは長年ラークマイルドだったが、2014年のバイキングの司会をきっかけにアメリカスピリットに変えたという。市販のフィルターを装着して喫煙している。食べ物の好物には、ケンタッキーフライドチキンのオリジナルチキンが挙げられる。店舗で高校時代アルバイトをしていた兄がお土産に持ち帰ってきてくれるのが楽しみでハマったが、最近は体重などを考慮して、 購入回数を抑制している。他に、崎陽軒のチャーハン弁当も好物。料理は小学校3年生から作っており、両親が共働きだった当時に温かいご飯が食べたかったことがきっかけ、2016年現在も忙しくとも基本は自炊としている。音楽では、デビッドボーイの大ファン、好きな女性のタイプとして、これまで挙げた著名人は、真鍋香織、ホランチ焼き、 土屋アンナ、小平奈シ宍戸カフカなど、三等身程度のキャラクターが好きで、特にミニオンズがお気に入り。スポーツに関しては子供の頃から野球をやっており、二重から三十歳頃まで草野球も熱心にしていた。プロ野球では小学生の頃からの熱狂的な東京ヤクルトスワローズのファンである。上昇球団、読売ジャイアンツのファンだった父に対して、 方ーガン悲劇的に坂上がヤクルトを、兄が、太陽ホエールズ、現、横浜 DNA ベイスターズを応援するようになったという。対巨人戦の観戦中、巨人ファンと乱闘するなどのエピソードもある。中学校時代は、卓球部だった。また、父親の影響で幼い頃から大相撲ファンでもある。2015年9月時点では、安保関連法に、反対の意思を表明し、 2018年3月時点でも、古兼派を公言していた。タメ口キャラに強い嫌悪感を持っている。2017年8月24日放送の、フジテレビ系、バイキングで、ビートたけしが、タメ口のハーフタレントを怒鳴り散らしたと語った記事を受け、僕は100%賛成。タメ口使われたら生放送でも説教しますと語り、フットボールアワーの後藤テルとも、 タメ口使われている坂上さんが、ほんまに切れてるところ見たことありますと証言した。だって失礼だもん。キャラとはいえと坂上。タメ口キャラで成功したタレントについて、一つ言いたい。ハマったのはそのガキのおかげじゃない。周りの人間たちがハメてあげただけなんだよ。それをわかんないから、冗談じゃねえぞ。タメ口大嫌い。とぶちまけた。ネットの意見は、 一切見ないと公言をしている。2018年4月15日放送のフジテレビ系、僕らの時代でサンドウィッチマンの伊達美夫からネットの意見に関して質問された際に匿名のもは見ません。こっちは顔出ししてやっているわけだからと理由を述べ、伊達に言わせる形で無責任なこと言うな、とネット民を批判した。口癖、2017年から2018年時点。 としては、バイキングなどで、接続指摘に対応する、それこそがある。2017年6月現在、柄ーを使用し続けているが、写真画像のメール送信用として、スマートフォンを持たされている。突起がない限りは、監督を担当。突起がない限りは、監督を担当。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。